か。治ったらいいけど。強いボールですね。強いボールです。男らしい。なんでパターゴルフ選手権みたいなの出るの？テスト。なんでやったらしい？同じ会社がやって、同じ紹介がやってる。何パターゴルフ選手権？何それ？なんかパター9ホールやって、うん、あ練習グリーンなんですね、うん、ここでコース作って、あサンダーでパーみたいな。そうです。で、また後半9ホールやって、上位何人かで決勝やって、優勝したら賞金みたいな。じゃあドラコン出てる人は基本できてるの？ドラコン出てる人基本いるね。同じ日にやってるから。私のイメージはさ、ドラコン飛ぶ人ってなんか、なんかそのパター選手権のパッティングがえぐいところなの。なんかもうこんなん、そのそういうもうハザードとかあるんだよね。秒で OB なんですよ。楽しそう。もう上手い下手関係ない、なんかまあめっちゃ下手な人も関係ないけど、うん、ある程度いくともうめっちゃ運。楽しそう。なんかさハザードってなんか、あカラーが全部 OB なんですよ。あそっかそっか。でギリギリにカップ切って OB みんな行くんです。みんな行っちゃうんだ。はい。129番やね。おお、ナイス。ありがとうございます。120ヤードピッチングです。リンゴルって、うん、私の中で絶対私出ちゃダメな感じのというチャンネル、なんていうの、いいよ言葉で品がある、うんうん、イメージだったんですけど、はい、どういう感じのチャンネルなんですか？どういう感じ？意外と NG なしみたいな。NG ない、ないないない。170エレガントにはそんなやってないと思う。そうなんですね、うん、エレガントイメージですか、うん、嬉しいですね。こちらとしては綺麗な人がやってるみたいな、イメージ、まああんま見たことあろうなと思ってるけど見たことはないんですけど、うん、あ、綺麗、こうやって見てて、あ、綺麗な人出てるな、綺麗な人出てるな、そっちね、そっち。これからの選手も紹介しながら応援していこうって感じで、はい、になった。そう、最近、そう、今回みたいな企画が生まれた。なんかやっぱその可愛い子がキャッキャゴルフしててもちょっとつまんないじゃん。まあ人によるんでしょうね、うん、そうっていうのがあって、まあ、ちょっとそっち本気系も追っていこうかなという。へー、めちゃめちゃだってゴルフ女子増えたのって、うん、そういう、まあ、SNS とかもあるなとは思うけどね。リンゴル
からみたいなじゃないんですか、ゴルフ女子がなんか増えたの、増えたのインスタ女子、まあ、ちょうどリンゴルが始まったぐらいがちょうどインスタもなんかこうゴルフのそう動画がなんかインスタで載せるのがそうだね流行ってたからね、うん、まあ、多分 SNS インスタグラムと YouTube がバーってこう流行ってるから多分それを見て、うん、ちょうどいい感じでこう、うん、なってるなってると思う、うん、キャピキャピやってもなっていう、ありがとうございますなんでまあなんか、まあ、今ちょっとねいろいろ企画中ではあるんですけど、もっとでっかい感じでそういうねこそこそありがとうございます企画しているところなんで、その時はまたぜひよろしくお願いいたします。ね、YouTube って見られるんですか、はい、YouTube ですか、見ます。ああどんなの見るんですか。まあゴルフ系もこう、あこの人も始めた、この人も始めた、そっかそっか、みたいなチェックって言ったら、うん、まあなんとなく情報としてね、まあ、すごいなみたいな、マジでもう私結構変わってるかもしれないですけど、試合期間中とかになんか悩んだことあるじゃないですか。あなんかちょっと当たり薄いなとか、なんかちょっと左パター出てんの。YouTube 参考にしてる。調べる。パターきっかけとか。パター入るようになるには。見て。ほうみたいな。何個か見ながらお風呂入って。はーみたいな。それでやってみんの。素人とか。ウケるで笑えるけど見ちゃうな、なんか、でも、まあ、いろんなね、うん、そういうなんかメソッドみたいなのを取り入れてね、はい、自分に合うものを選んでいくっていう、コーチがいないんで、飛距離アップとかってなんかどのレベルからしてももう一生のなんか、うん、目標っていうか、うん、まあ、あるじゃないですか。あるね、飛べば飛ぶだけ嬉しいじゃないですか、うん、だから飛距離アップとかは気づいちゃった、うん、まあ知ってるわみたいなのもあるけど当たり前だろみたいな、飛ばしまくりみたいな、うん、でもたまにそういうのもあるかみたいな、うん、発見も結構 YouTube ありますよ、うん、確かにね、あるよね。釣りも見る。あ、釣りもするの。海釣りします。へえ。あんま食べないけど、食べるのが好き、うん、イカが好きなの。イカ、多分イカ釣りの時期だっけ、うん、ちょっと前だったんですけど、その時はもうゴルフ終わって移動してその夜3時に出る釣りに。イカって光るんだっけ。イカって光に集まって、まあ光に集まるのか、集まって、まあ、白いから、うんうん、透明だから、うんうんうん、美味しいか、美味しいもん、ね、コロナだし、うん、釣りゴルフ以外だったら釣りぐらいしか、うん、いいですね、はい、ゴルフ以外何されますか。ゴルフしかしてないです。顔よゴルフしかしてないの、はい、ゴルフかトレーニングか、うん、しかしてないですな。どう、どう思う。うさんくさいっすね。てか言ったら、マジで嫌われ役になっちゃいます、ね、そうだね、またえ、そうなんだ、すごいすごいでしょ。えらい、えらい、真面目なの。下出てる。
これは若干止まない。クリップの老化による、うん、でももうこのクリップなかなかなくてスーパーストロークの長い、あ、長いんだ、ちょっと違うんだ、もう全然多分ちいちゃんに比べたら長い、うん、あ、本当だ、クリップ自体、へえ、ネットとかにもないの、ちょっと見てない、そこはなんで自宅警備員とか言ってな、有料え有料どう200円ぐらい払いたくない、でも今の僕のオリンピックで今日まで高くなって、今まで高いから300円ぐらいとられちゃったそうだねピッチング、はい、はい、
あー欲しい。また綺麗です。うん、すごかったな。ですね。うん、ナイスバーディー。ナイスバーディー。後半ですね。後半ですね。もうバーディー取りに来てください。はい、はい、はい。このハーフは放送はね、逆転しちゃってるんですけど、対決の前に取ってるんで、対決まだ見てない方は何個前になるのかな、3つか4つぐらい前の動画になりますので、ぜひ対決動画見てください。2人が賞金をかけてガチの対決します。見てください。はい、見てね。固まっちゃった。